死党主義は、ユーゴスラビア共産党を支配政党とする社会主義国ユーゴスラビアにおいて、1948年のスターリン率いるソビエト連邦との対立以降、1992年に社会主義体制が解体するまでの時期に採用された諸政策、及びそれを支える理論、イデオロギーの総称。1980年までの最高指導者、 ヨシップ・ブロズ・地頭の名にちなむ。地頭主義と呼ばれる思想、政策が同様にマルクス・レーニン主義から派生した、もう卓東思想やチ、ュチェ思想などと大きく異なる点は、当事者自らが、この故障を積極的に用いたのではないことである。地頭以下融合指導部にとって、自分たちが寄って立ち、かつ国民を導く思想はあくまで、マルクス主義ないし、マルクス・レーニン主義であり、 個別の諸政策に上記の名前を与えていたに過ぎない。死党主義という故障が用いられたのは、まず1948年以降有効適視したソ連化の社会主義国、各国共産党の間においてであり、当然ながらそれはマルクス・レーニン主義から逸脱した修正主義という否定的なニュアンスであった。このもともと多少批判的故障であったという点は、 トローツキー主義が当初はスターリンを頂点とするソ連を呼び、国際共産主義運動の正当派からの攻撃的故障であったこと、また、スターリン主義がスターリン批判後に既存のソ連型社会主義を批判する文脈で用いられたことと類似している。地頭主義を独自の社会主義という積極的な意味で用いたのは、まずは西側のジャーナリストや国際政治の研究者であり、 スターリン批判後は、多様な社会主義のモデルを模索する、マルクス主義思想家、運動家の間でもこの用語が認知された。上で述べたように、スターリン没後の1955年にソ連という子が和解するまでは、西側諸国で、指導主義が一定の評価を受ける一方、東側諸国や各国共産党内部では、指導主義者は、トロツキストと並ぶ、異端者の落院であった。 ユーゴへの包囲と並行して行われた東ヨーロッパ諸国指導部の粛清においては、しばしば地頭主義者が罪名の一つに挙げられたのである。特にアルバニアのエンベルホッチャは、地頭主義を激しく批判し続け、国際関係を重視したユーゴと対照的に、アルバニアは鎖国を行った。1952年以降は、ユーゴスラビア共産主義者同盟。 1963年までは、ユーゴスラビア連邦人民共和国。それ以降は、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国。1939年から1952年まで、ユーゴスラビア共産党書記長。1952年から1980年まで、ユーゴスラビア共産主義者同盟議長。1945年から1963年まで、首相。 1953年から1980年まで大統領。後に第4インターナショナルに結集した共産主義者たちは自らトローツキストと自己規定した。ポーランドのゴムルカ、チェコスロバキアのスラーンスキー、クレメンティス、ハンガリーのライク、ブルガリアのコストフトホッチャ、エンベア、エンベアホッチャ、ユーロカーミューネザムイズアンティーコミューネザム。 2019年6月5日閲覧。ありがとうございます。